それでは、行列式の、N 字行列式の形をですね、線形性や交代性、具体、対価性などから具体的な形で求めていきましょう。まず、SN を1から N の全単者とします。要するに、順列すべてですね。3次の時も、123や132、213といった順列前提を考えて、それに応じて、えー 1>, 1列目から何行目を選ぶかというものを決定して、それに対応する、基本ベクトルを並べた行列の行列式ですね、の符号を1かマイナス1かを決めていったわけですね。それを一般的にやろうということです。で、順列、シグマ1、シグマ2、シグマ n というのを順列というふうに考えて、 やると順列と同一値できます。したがって、sn は n の解錠庫の要素からなる集合ということになります。で、ここで行列式は具体的にこのような形になります。え、1列目からあシグマ1行目を選び、2列目からはシグマ2行目を選び n 列目からシグマ n 行目を選んでえかけたものというのに符号これは？ 1> 1あ、1であるか、マイナス1であるか、どちらかですね。絵を全て足したものが行列式ということになります。これは2時や3時の行列式の時に具体的にどのような形になるかということを計算したことを考えればえ、容易に理解できると思います。 で、ここでですね、この符号数というものは何かというと、要するにこの順列があるときに、これがだから E のシグマ1という、例えばシグマ1が3だとすると E3、シグマ2が2だとすると E2 ってですね、そういった基本ベクトルの並べ替えですね、これを並べ替えて単位行列 E1、E2、E3、EN っていうものに並べ替えるのに、何回並べ替える必要があるかということをですね、考えて、 まあその回数を n シグマとしてやると、1回並び替えるごとにマイナス1倍されるわけですから、マイナス1の n シグマ上というふうになります。で、実はこの n シグマというのがもしも、まあ一定ではないわけですけれども、n シグマというのはもしも、例えば5回でいけるときもあれば8回でいけるときもあると、これは決まらないわけですけれども、実はこの6回でいけるときもあれば8回でいけるときがあったとしても、 偶数奇数は変わらないということが言えるわけですね。それはなぜ言えるかという説明はここではしませんけれども、これが言えるということが知られています。したがって、まあ、ここではこのようにして定義することができるわけです。例えば例として1、2、3、4、5という5つの順列2、5、1、3を考えると、これを 並び替えて12345にするにはこのように25134をまずこれなんですかね2と1を入れ替えて15234にしてますねで次に2と5五と二これ入れ替えて12534で5と3を入れ替えて354で54入れ替えて45という風にして4回で並び替えることができますしたがって符号数は1ですね えつまりディターミナントが E2、E5、E1、E3、E4 という行列の行列式は1になるということになります。はい。で、えー、この他にもですね、いろんなやり方があるんですが、例えばこの3つは全て順序やり方が違いますけれども、全部4回ですし、最後のものは6回ですけれども、やはり偶数であるという点は変わりません。まあ、このようにですね、えー 並び替えて、123456n というのに並び替える、並び替え方の回数は、偶数奇数が一定であって、偶数の時は1、奇数の時はマイナス1として、それを符号数と呼ぶということになります。はい。では、ちょっとここで問題ですが、このような項の係数、プラスマイナス1を求めてみなさいという問題を考えてみてください。これは授業でまた解説することにします。